はい、皆さんこんこ、えー、今日はですねテーマが「あの時 IGPI グループと共に歴史が動いた」という、まあ、すごいテーマになっておりますけれども IGPI グループの歴史のみならずですねそれとひ紐づける形で、えー、日本の歴史あるいはさらに歴史の世界の歴史ですねこれを結びつけて議論をしていきたいというふうに思います。 えー、今日は当然ですけれどもこの igpi グループを作られた創業者のお富山和彦さんと一緒にですね、えー、これを振り返って対談をしていきたいというふうに思いますどうぞよろしくお願いします富山さんとはもう随分長い付き合いに入っておりますけれどもはい、えーはいはい、多分2000、えー、2002年、えー、2年だと思います、ねえー、だから産業再生機構準備室 ですよねそうですね私は準備してました、えー、で多分秋頃になんとなく自分が CO になるってことが内定してでその時にいろいろこう話をする機会があってって感じっすかね。ということであの富山さんとの出会いはまさに今富山さんにおっしゃっていただいた通り、あり私があの内閣府の産業再生機構準備室っていうところにいた。うん だから私の頭の中ではどうしてもこの IGPI グループの,この歴史のスタートラインっていうのはあそこなのでちょっとそこら辺からですねあの振り返り返ながらお話を進めたいといいとうに思います私実はその、えー、さらに富山さんと出会う2002年より少し前に。うんあのお まあ経済産業省として海外に出張したことがあってその時のテーマがですねあの自分の,その直接の担当ではなかったんですけども一言で言うと倒産法制のの海外がどううなっってていいいるかというのを調べてこいというテーマだったんですねそれでえイギリスとフランスとアメリカかなを回ってですねまあテーマは「倒産法制」だったんですけどもでフランスに行くとフランスってあの。 え普通の一般的な裁判所とは別にあの企業法務企業問題だけを扱う<ー>あの裁判所が別系列であって <laughs> でそこの,あの裁判官って実はあのビジネスマンがあの2年かな、うん、あの任期 ここ決められてやってるってつまり、法律の専門家じゃなくて、あのビジネスマン経営者がやってて、まあ一種の方も商人の自治みたいな発想なんですね。要するに、同業者で要するにトラブルに巻き込まれて破綻しちゃう人がいると、全体として迷惑がかかるからみたいな発想があるみたいで。イギリス、フランス、アメリカの裁判所とか、そういうその お民間でそういう企業再生をやってる人とかいろんな人を回ってってですねその時すごくあの気づいたっていうか思ったことがあって、うん、あの当時からあのやっぱり日本で不良債権問題ってすごく大きな問題になっていて、うん、でもちろんあの間違ってるわけじゃないんだけれどやっぱり当時、まあ、あの民事再生法もまだきちんと整備されてないような段階だったんで法制度をちゃんと作ろうという議論が方やあったんですね。それれはあの間違っていいないんだけれどもでもで 確かにそのアメリカとかイギリスとかフランスとか見るとその制度だけ作ってもダメでやっぱりその制度を運用するエコシステムを支える人たちがいないと。 あ回らないんだとだからあのすごく短絡的に言ってしまえばあ日本でそうだ不良債権処理ってどうして進まないのかなと思うと、うん、もちろん制度も足りないんだけれども、まあ、そういう言葉を使えばです、ね、ある種その制度を運用するようなソフトウェアとか、うん、エコシステムが足りないなと思ってそれであの産業再生機構に戻るんですけれども、うん、あそう産業再生機構で富山さんを中心とする、まあ、プロフェッショナルの方に来ていただいて、うん、やっぱりその日本でそういう企業を再生する産業再生 するあるいは不良債権を処理するようなために必要なソフトウェアとかエコシステムを支えるような、まあ、仕組み、うん、人材を作っていただくことがすごく大事だと思っていてそれであのいきなりあのすいませんフリップに行くんですけれども <laughs> あ<の>私から見ると IGPI グループって何をしてるのかっていうと、うん、やっぱりあのそういうその。 あの日本でさまざまなその企業を巡る制度が定着していく上で、うん、制度だけではあの生み切れないもの,、うん、その人材だったりどういうふうにあのそれを運用するんだったりするっていうそのプラクティスみたいなものですかね、うん、それをなんかすごくあのおー作る DNA みたいなのがですね IGPI グループのまあ原点だったような、うん、あの気がしていてちょっとまず。あの うん、おここら辺からあの議論したいと思ってこういうふうにさせて,あのさせていただいてそこら辺からちょっとあの豊本さんにもコメントをいただいてよろしくお願いしますあだから産業施設っていう、まあ、政策ですよね国が10兆円用意して不良債権処理しますっていう話が出てきた時に、えー、っと多分ねあの時、まあ、結構いろんな人がかわったけど結構同僚異務だった印象があって根本的なところにやっぱり日本の経済システムなり、うん、まあそれは制度だけじゃなくてさっき言ったの、まあ、人材とかエコシステム どうもちょっと時代的不適を起こしたのでそのまあルーツ構図のとこまでちゃんと踏み込もうっていう感じの人たちで,でまあで結果的に多分あの今歴史に残ってる産業政策以降っていうのは多分,多分西山さんのイメージに近いものに多分なったと思うんですけどそれは僕らも同じ感じで自分昔法律勉強してる時に破産法制っていうのかな 進化度合い成熟度度合いっていうの、のは、うん、それはすなわちその国の資本主義経済の。要するに成熟度合いだっていうなんか。 文章を読んだことがあってで自分も結構企業再生に関わってたんでね、はいでまあ、確かにこの国まだ未整備未成熟だよなって実は思ってたんですそういった意味でその要はまだだから全近代性があったってことですよね日本の,ソの成功国でにそういう段階も明らかに過ぎちゃってるんで、はいはい、ってことは、まあ、要はイノベーションとか新陳代謝っていうもので成長をドライブしてなきゃいけない段階になるとそれがないと、はいね、結局産業構造転換できないんですよね。はいはい、と思ってたんでまあ自分 自分もそのこの話をあの,あの話をいただいた時にまあそこにちょっと書かれるかなっていうちょっと野望あったんですよはい、はい。で野望あって中に行ってみたらまあ割と同志というか同じまあ考えを持ってる人が西山さん含めて何人かいてまあ実はその路線で突っ走ったっていうのは当時の経緯ですね。まさに今言われた点で あのさっき私その破産法制倒産法制に絞ってお話ししましたけど、うんうん、じゃあどうしてそういうものの私がソフトウェアとかエコシステムって呼んでるのがないのかっていうと、うんうん、当然その前には。 昭和モモデデルルっていうがそのモデルに適合した、まあ、その範囲のソフトウェアは多分あってあっあっだけどそれがなくなっちゃうと昭和モデルが変わんなきゃいけなくなると当然その次のソフトウェアが必要なんだけど、うん、多分あの時点ではあのそれがなかったで特に最初に顕著に現れたのが破産法制、うんえー、破綻処理のところで現れたってことだと思いますしもう一つこのグラフであのフリップで足すと。 やっぱり日本っって急速に近代化したんでやぱりどうしても、まあ、私もともと行政官なんで僕が言うのがいいかどうか分からないけどもどうしても政府主導なんですねすごく簡単に言うとうん、うん、そうじゃないとさっさと近代化できないのでそうするとなかなか難しいのは法律作るまでだったら政府が書いちゃえばできるんだけれども。うんうん じゃあそのソフトウェアとかエコシステムってやっぱりその自立したプロフェッショナルがいないとできないので,でそうすると自立したプロフェッショナルを国が指導して作るってほぼ論理矛盾だからね。うん、<laughs> ここがすごく難しいところがあって <laughs>、ね、でその中でやっぱりそういうあの、まあ、今の IGPI グループに引き継がれているようなその私なりに言うとその。 プロフェッショナル人材が育つっていうのは、うん、もあの大きく捉えると、やっぱり日本がすごく長い間明治以降課題になっている。どうやって。 えー、国政府で働いている人間とはある種、まあ、関係はするんだけども別に自立したプロをきちんと育てて、うん、その人たちが自分の意思でこういうエコシステムを作っていくのかっていうのが、まあ、私個人から見るとすごくそのスタートラインになったのが、うん、あの再生機構の,あの経験だったと思いますし、うん、まあ私から見ると、まあ、富山さんが創業されて IGPI グループにそういう DNA がずっとあの しつかれているようにあの見えます。まあそういう意味であのまさに今はそのおそういう意味ではそのあの昭和モデルの次のポスト昭和モデルをずっと作るっていうのはずっと IGPI のテーマだと思いますし。うんそうですね あのそういう言い方をすれば昭和モデルって当然これもう雑にまとめてしまえばあの人口が増え続けてる時のモデルなんで,でそうするとやっぱり人口が減るポスト昭和モデルをどう作るのかとその時にそれを支えるその、まあ、エコシステムだったりプロの人材ってどうなるのかっていうのがすごく私から見ると IGPI グループの,あのいろんな活動されてますけどあの根底を流れるあの一つの共通テーマになっているなっていうふうには思います。 時間軸で IGPI の歴史みたいなことを振り返ってみたいんですけど、えー、っとまずはやっぱり産業再生機構の時代ですね。はい でえっと、この時はまあ一応あの、まあ、これ国の政策だったんで、えー、ずっと90年代、まあ、不良債権問題がしこっちゃってでこの間、まあ、当時は失われた10年間と言ってました、うん、<laughs> 要は日本経済停滞まあ始まったんですよ今から振り返るととにかく不良債権問題と、まあ、で金融危機も起きちゃって、ね、銀行がバタバタ潰れしってこれはこれとこれ脱却しなきゃいけないということで、まあ、2000年頃に始まったわけなんですが、まあ、私自身は現場の側にいたんでなんでこないなことになっちゃったのかな、ねえー、っていうことに につついいてて、えー、くつか思っったことがあ会社は潰れちゃいけない建前で物をが動いてるんですよね、すべてね、<ー>制度もそうだし、人々の価値観もそうだし、とにかく、そのまあ、要はがーっとお金借りちゃって返せなくなった状態で、とにかく、債務やらせたは結局、倒産処理になっちゃうから、うん、それ、まあ、やりたくなくてしょうがないのね。うん それれでこれ、あのーまあ、経済学者は、ねまあ、退出すればいいんだっと、まあ、割と簡単に言うんだけど実際、ね、ミクロで状況、はい、に接すると直接当事者は誰も、ねはいはい、倒産処理に行く、ね、動機づけがないんですよ。はいはいはい その経営者だって倒産処理入っちゃったらまずクビでしょ、えー、下手すると訴えられちゃうじゃないですか、えー、それで従業員は大体リストラになっちゃうんで嫌ですよね、えー、それで今度、銀行は銀行でその、その債権カットしなきゃいけないから嫌ですよね、株主に至っちゃうと大体これ、株飛んじゃってなくなっちゃうんで、えー、だからステークホルダー全員嫌なんですよね、えー、あの短期的には。えー、だから先先送り先送りりみたいな、まあえー まあことにまあなっっちゃてていて、うん、だからこれ、ほっといたらそうなるのは普通で、うん、<laughs> 逆にそのモードを変える道義づけがなんか働いてないとまあそれはこうなるようなっい感じが一つ思います、それからあとその銀行からするとですね当時、とにかく銀行自身がピンチになったのでどんどん,どんねあのバランスいいとこに当たって、それで倒産処理入っちゃうとそれが健在化するわけでしょはいはい、はい。 とこう自分たちの組織がこう倒れちゃうリスクがあってで加えて、もともとそのその昭和のモデルってあのまあなんだかんだ言ってあの要するに銀行がまあアメリカだったらエクイティーホルダー的仕事もやらされていたメインバンクでやらされてたからそれを正当化するためにやっぱり不動産担保ちゃんとあるよという。 あのフィクションというかはい、はい、ストーリーがないと、お金貸さないもんだから。はい、すげえ高い評価で不動産はい、はい、担保にとって、はいはい、でそこで貸してるんですよ。でところが当時不動産価値がめちゃめちゃ下がってるから。 それ本当に直で評価しちゃうとねまた不良債権増えちゃうんでだからその担保評価な多分みんな自分でフィクションって分かってるんだけどボ価、はい、評価ですげえ頑張ってるわけですよでこれいろんな話がスタックしちゃっててはい、はい、これはまあニッもサッもいかないなと思ってたんですけどはい、はい、行政官的にどう見えてたんですかこの話は、はいはい、あ,のありがとうございますちょっとあの、うん、後の話もつながるんで、うん、富山さんの話の少し手前の話から始めると私、うん、あの,私あのまあいやいやあの ひねくれた人間なんで、うん、あの失われた30年というのをちょっと10年ぐらいもさらに足してまして、うんうん、私結構80年代に問題があったな,な,るな,るな,なぜかっていうと、うん、じゃあなんでバブルが起きたのかっていうと、うんまあ、さっきの冒頭の話とも関わるんですけども、うん、80年代って多分日本の高度成長期の成長としてはやるべきことをやったし本当は次のことを考えなきゃいけないんだけど。うん あのね、ナンバーワンとか言われちゃったもんだから <laughs> だからもう,もうすごい、まあ、簡単に言うと浮かれちゃって<ー>で次のことはあまり考えずにそ、ね、その当時あったはずの富をそっちの側に旧モデルの側に使ったっていうのが、まあうん、多分、遠因になっていて。うん で怒ってしまってからあとは今あの富山さんの言われた通りであの本当は80年代ぐらいに新しい、まあ、ややこしい言葉を使うと組織原理、うん、普通今までだったらメインバンクがあって会社があって終身雇用みたいなものじゃないものを作っとくべきだったんだけど、うん、もうないのでもう前のままで <laughs> もう行けるところまで行っちゃおうぜ、うん、みたいなふうに、うん、なっちゃってでバブルが崩壊して他に頼るべきものもないから結局 前のずっと我慢してたら前のモデルにいつか戻れるんじゃないかみたいなふうに90年代はもう余裕がなくなってしまったんで,のでその中でもう一つはやっぱり。 さっきの IGPI の話に結びつけると、うん、日本ってやっぱりどうしてもその組織の中の同調圧力が強いので、うん、組織原理を変えようとするとちょっと変わった人がいないと変わらないですね。結局だからそそうういう意味では、まあ、別にその あの名刺に何て書いてあってもいいんだけれども一応その,その組織に完全にその属してるんじゃなくて自立した個人として新しいこうシステムってどう考えるんだっていうことを始められる人がいないとやっぱ変わっていかないんですよね組織ってもうさっき言われた通りその組織とステークホルダーその組織があることでやるからそれからもう一つはこれも IGPI につながると思いますけどもあのまさにさっきの富山さんの言われたポイントで、まあ、ものすごく乱暴に言うと。 再生した方が人生バラ色じゃんみたいなのがなかったんですよね、うん。でこれがまた問題でみ、うん、たいな人生悲劇的なてちょっとあの、えー、誰とはちょっと言えませんけど、富山さんもよくご存知のすごい立派な経営者の方でもちょっと当時議論するとどういう感覚を持ってるかっていうと、うん、なんかもうほとんどなんていうんですかねあのあの。あの 侍同士の果たし合いみたいなふに競争をイメージしてて、<laughs> うん、あの切られて倒れたらおしまい,みたいな。もうなんか、いや、でも、再生ってそういうことじゃなくて、その事業は生かして、次の展開をするっていう。ういや、俺は。 すごいや別に再生ってその事業として作るっていう構想なんで,でそれも含めてやっぱりその,その企業というスタイルにこだわらなくても事業としてより良い展開があるってことが示せなかったからあるいはそんなものはないもんだと思ってたから当然あ再生しようとはしないですよね。 なんで、まあ、ということでまああの、まあ、そういう意味では、うん、富山さんを含めあの人としてもちょっとユニークな人にも来ていただいてあの日本の当時の日本の社会としては全く新しい仕組みを作ろうとして、うん、その産業再生機構みたいなものをあのチャレンジしようと、まあ、したんですけれども、うん、まああの、えー、とここから先は富山さんに語っていただいたらいいと思いますけど、うん、私自身はと当時産業再生機構を作る時に。うん 谷垣さんが担当だっなんですけどなんかあの原則を作った方がいいと思ってて、うん、一つはやっぱりあのまさにその特定の企業を代表して産業財政機構に来ちゃうと、うん、まあつまり分かりやすく言うと銀行とか財務省のが来ちゃうともちろんそんな公営銀行なんてできないので、うん、その独立した人にやってもらわなきゃいけませんよっていうことと、うん、それともう一つは次元ですね。うん、まあこれ あのもともと、まあ、あのいろんな不良債権処理90年代に仕組みができたんだけども結局何も起きなかったのはあの債権を移し替えるんだけど結局移し替えただけで <laughs> ずっとずっと持ってるだけだから別に持ち主が変わったからって解決するはずもないので。ね、あのだからあの 何年間かで終わってリザルトがはっきりするっていうふうにもしないとうん、うん、もう何も変わらないと思ってまあ、ということで、えー、組織を立ち上げてあとはあの富山さんや斉藤さんに、まあ、運営はお任せしたんですけども、うんまあ、富山さんがご覧になると是非産業再生機はどういう組織だったかまあそうですねだから自分もほぼ近いプリンシプルっていうかがあってとにかくプロ型組織にしますと。 だからまあそういうその紐付きで来る人は基本的にあのまあ受け付受けま受けせんはい、はい、でまたこれで揉めるんでね <laughs> その予定せっかく予定調和的に僕たちも協力しようと思って一生懸命人を送り込んでねで結構優秀な人を送り込んで一緒に不良債権処理,処理やろうねってやってたのがバーンと返されちゃって「なんてやつらだあいつら」ってなるわけじゃないですか。だだかかららそこはだからまさに昭和党、ね 昭和とポスト昭和のバトルがそこにあってああ、ああで,、ね、でまあ自分としてはこうからさらさら譲る気があったのでああ、でそれが一つかな、それからもう一つがそのまあ要は債券買取あるいはあのについてえっとどういうベースのバリエーションをするか、ああでまあこっちはだからもう DCF。あ 銀行さんの少だからこれこれって裏公的資金注入みたいな期待して人時がいたんでプロ社債権処理だけを形だけ処理するんだったら裏公的資金でバットすしちゃったら早いんだけどそれはちゃうやないかとそれやってもさっきみたいに問題根本解決しないんでこれが第二のバトルでだからまあそういう人たちを集めました。それから次元ととう意味で言っちゃ裏返し っちゃうとね、民間で十分に食っていける一流のプロがわざわざ集まってやってんだぞっていう状況を作んないと戦えないわけです。要するにそのそのの 旧制度を守りたい人たちだって、仕事じゃないから、それの見識を持ってる知識を持ってるわけです。だから、こっち一流の人事集めとかないと、はいはい、本当に戦わない、戦えないし。はいはい、その後、要するに、もうこの、この公的な仕事から離れて、元の民間に戻る。あれ、戻りたい、同期も、本当るぐらいのやつじゃないと、後くせなくバトルできないんですよ。で,すね、で、そういうことで、まあ、それはとにかく、あの、絶対的な条件として、まあ、その、谷脇さんは飲んでくれたんですね。なんと。 ここはだだから結果的に同じ感覚ったんですよねいろいろ大きなことじゃないけど官民ファンドあるけどこのプリンシプル通りやったのは産業だけだから考えよくあんなことできましたって感じは今にして思います。あともう一点あったのは実はこれは当初想定してなかったらしいんだけど僕らエクイティインジェクションするつもりだったんですよ。 要はだからある意味国有化ですよね要は産業再生機構が単に債権を買い取るだけじゃ実は会社の中も経路依存性の罠にはまって青木先生の言葉で言っ共通の師匠が青木正彦先生なんで経路依存性のさっき見た罠にはまっちゃってから結局経営の中に手を突っ込まないと要するに不良債権じゃなななくらいんですよ一旦債務を減らしてまた不良債権になっちゃうんですよだからそれはやっていかなきゃいけないいわゆるプライベートエクイティファンティアプローチを取らなきゃだめだと思っていてその メクイティインジェクションっていうのも実は私としてはマストだと思うんですけど、これも意外と抵抗感があって、なんか要するにそこまでやるんかいなと国が出てきて、であれはなんかねちょっとちょっと意外だったんですよ。その時ちょっと思ったのはね、そのまあいわ不動産価格が下がって担保価値が下がっちゃって穴が開いちゃって、それで不良債権になってるっていうの。 やっっぱりまだ一過性って思要する、ね、になんか春を待ってれば時期春がやってくるんでその間我慢してればね,、うん、ね戻るから、まあ、あの要はわざわざそのストレートなエクイティインジェクションして経営までこうガーッとやる必要ないんじゃないっていう空気感があったような気がしますと思いますし、ま、さっきの,あのことに結びつけて言うとあ,のあれなんですねそのまさにあのビジネスディストレスになってるのに一時しのぎ的な手法を取るとどうなるかっていうと。うんうん やっぱりあの人間の無駄遣いなんですよね。つまり僕から見るとなんかまあ乱暴に言うと当時の不良債権処理ができなかった日本でも。 みんなで言い訳してる、うん、いやその銀行はこれ貸してても問題でないんですっていう言い訳をし、うん、あの借りてる人は借りてても問題ないですっていう言い訳をして,てそ,うそ,うそのために当然すごいたくさんの書類を作って、うん、もうこんなことやっててもしょうがないとだからあの乱暴な言い方ですけど、うん、私あの量債権処理っては人間の解放だって当時言ってて、うん、もう人をそういう仕事から解放しないと元の前向きな仕事しないとこんなことやってたらもう全然日本の経済としてはあの将来がないなみたいなことをやって おりました、ね、それでそのまあ産業再生機構の時代がまあ無事,、うん、無事富山さんのご努力もあってあの次元以内に終わって、はいはい、でその後まさに今の IGPI グループ経営競争基盤を作られるわけですけど、うん、そこら辺のその思い何を目指したかっていうのを<ー>ぜひお話しください,はい,はい、はい、えっとねだから栽培にして不良再建問題一気に終わっちゃったんですよ2005年でね。それでそのおかげで、まあ、ある意味だからその直接的に政策目的はまあ達しちゃってて。 整、まあ、理手続きというのもみんなこう普通の感じにだいぶなってきてでプライベートエクイホンでもどん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 成長してきてっていなってたんでとりあえず自分たちが政府の中でできる政策的ミッションっていうのはまあ、ねまあ、これでまあ終わりっていうかまあ大体できちゃっていてででむしろ次元っていう意味で言っちゃうと早くやめた方がいいんじゃないかと <laughs>、ねはい、今度は、ね、能動的にやめる動きを始めたわけですよ。はいはい で当然能動的にやめるってことは能動的に次何するかを考えなきゃいけないんですよね。それでその時に、まあ、要はな何が残ったテーマかってやっぱりありました。それで,、ね、でつくづく、まあ、結構な件数やったでしょ大中小の会社の,会社のねいろんな業種の。でねまあ共通してるのはね要はね経営人材この国いねえなと思ったんですよ。サラリーマン 敵経営者いっぱいいるのね、ええ。ええ、それからあとオーナー経営者のなんか二世三世成り行きでなっちゃったみたいな人もいっぱいいます。<laughs> そういうなんか肩書き上の経営者。まあそうそうそう成り行き的なね。<laughs> なんだけど自分の意思を持って自分の世界観を持ってえーえーそのまあ要するに何とかねこうすごく変転するまあ社会構造の中でどうどういうふうに道を開いていくかっていう脈絡で言っちゃうとね多分ね。 多分当時名前が出た人と今同じ人じなんだよね。その柳井さんとかね。こういう人じゃないかみたいな。大な創業経営者ぐらいしかいないわけですよ。でねこれまずいなと思ったわけですね。でまあ自分たちもそういうつもりでまあ4年間まあ戦ったのでやっぱりちゃんとした経営人材この国蓄積しないと結局キャッチアップ型モデルで人口が増えて身型上がりで教科書があってそれに欧米をかけるっていうのでは機能する人はいっぱいいたんだけど <S 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 S <S そうそのが終わ商が終わっちゃうとね <S 2> <S 2> みんな。 しないわけですよ。で、まあそれが必要だなと思ったのと、それともう一つが、あの僕ら自身の。 限界だったんだけど産業施設以降って保有期間が2年間だったかな時間限定だったんですよそうするとねいわゆる V 字はできるんですとにかくもうネタがいっぱいあるんで V 字回復は大体できるんですよ実は日本の会社ってねとにかくもう全肉つきまくってそれはできるんだけど問題はその先でそこから始まりなんですホンにねそこから新しい時代に合わせてどう会社が変容していくかっていう戦いが始まるんだけど例えばそういうとこそこでやっぱり長期的な資金って必要になる場合が多いわけですよ 新しい投資をしていく、はい、新しい人材を取っていくということになるので、はい、まあ経営資源でいっちゃうと長期的なそのリスクキャピタル、はい、あるいは長期的なヒューマンリスクキャピタル、はい、人材の必要があるそれがないんですよ、はい、ないので、はい、まあそこをなんとかせんやならんなと思ったわけです。はい、それであの多分みんみな、ねこの IGP の創業メンバーね、いろんなところ声掛か,かったんですよ。あの年俸何億円かで、僕もかかってました、ね。はいはい、で掛か,かってたんだけど、まあそこにポコンと乗っかっちゃうのもこれまたちょっとね、うん、いかにもありそうな、うん、あの。 普通のキャリアになっちゃう普通のキャリアちょっとまあ平成かもしれないけどしかも令和な感じじゃないけどそれも違うなと思っていてこの際そういうふうにみんな共通の思いがあるんだから民間で会社作ってこういった今言ったようなテーマを解決するような組織を作ろうじゃねえかっていうのが一つありました。 それからもう一つはねねやっぱり、ね、プロフェッショナル集団にしたかった持続可能そうするとね富山カン乾杯にしちゃだめなんですよあはい、はい、そうしちゃうと、ね、自,分自分の,あの命は有限なので、はい、そこで終わっちゃうでしょ、はい、それからあとねね多分ね事業継承って困るんですよ。うん 多分それなりに成功するんですね、きっとね、要はほとんど共済でいないから、そうすると企業価値上がっちゃうとね、要するに株の承継とかできなくなるんですよ、そこでさ、本来やらなくてもいい上場しちゃったりとかって話がおかしくなっちゃうんで、なので、やっぱりこれ、欧米ってプロ組織多いですよね、むしろ本当の一流の人は、プロ型のパートナーガバナンスのところに行くじゃないですか、会計事務所の法律事務所も、あるいはコンサルティングファームもそうですよね。 あと投資会社もそうかななんでああいうプロ型組織にして持続可能な50年100年続くような集団に日本ってないんですよ実は日本初は。大体みんなサラリーマン会社の子会社になっちゃうかオーナー会社になっちゃうからそれっておしゃれじゃないかなと思ったもんだから。 実はまあ非常に厳格に自分も含めてもう均等な持ち,持ち分のパートナーガバナンスの会社を作ろうってんでまあ実は IGPI を始めたんですが、えー、一般の人は信じないんですけどね IGPI って私がすごくたくさん株持ってると思ってる人あ<ー>あのこれ完全にイコールパートナ、ねえーシップ。えー それでで始めたんですよあの多分だから個人的財産形成としてはあ,のあんまり賢くないんですけどそこにあんまり自分はあんまり関心がないというかあ<ー>まあ、えー、だってどっちにしたってね一般の人よりだってお金もらってるわけでしょ<ー>だからそこにあんまり限界行為が控え低い低いところで割とフラットになるタイプだったんであ<ー>まあそんなことよりはちょっとこうおしゃれにやっちゃった方があ<ー>あ人生いけてんじゃねえの<ー>と思って、まあ、それはみんなそう同じ思いだったんであ<ー>まあそれでも IGPA というか商売を作ったわけですよ。 いやありがとうございますそのいろいろあの私も全部は知らなかった富山さんの,あの思いもすごく私に伝わりましたけど2つぐらいあの足すとあのやっぱり、まあ、さっきの,あの、ね、いろんなところからお声がかかったっていうことと関係するんですけどやっぱりあのどうしても昭和のモデルってあのまあ分かりやすく言うと名詞の「 左上右上ぐらいに何て書いてあるかみたいな見たことある文字で書いてあるかみたいなのがすごい大事でどうしてもそういう認識をしてしまうのでプロ方の人材はいるんだけども、うんうん、社会的にはまあすごく乱暴に言うと序列が低い普通はだっていや私もすいませんどっちかというとそっち側にいてね普通はなんとかしとか丸丸 <laughs> 掃除ととかかなんんついてるところに行くもんでしょみたいなまあそう,そういうのがあって、まあ、そはのあででそれをやっぱりこう変えていかなきゃいけないことに多分チャレンジされてると思いますし、うん、それからあのもう一つ、まああのまあ、そういう言い方があのいいかどうかわかんないけど、うん、私あのそういうプロを目指すような、うん、日本社会的にはちょっと変わった人っていうのは、うん、やっぱ集まって力が出ると思ってて、うん、やっぱり。 変わっった人って<あ>いい意味で変わった人って日本にいるんだけどうだ結局ど,どうなっちゃうかっていうとんかこう綺麗、うん、に1,000人見るとその中に1人ぐらいいるっていうのがこうなっちゃうと、うんうん、あんまりこう変人はやっぱり、まあ、同じ組織に全部いる必要はないのかもしれないけど少なくともそのまあ,あの一緒にいつでも。 あのまさに競争できるような関係にはいないとうまくいかないと思ってて、うん、まあ、まあ、そ,そういうのを目指すような、うん、あの組織づくりをされたというふうにあの思いましただからそこすごくであのー。 割とだから大組織出ちゃうとみんな割とピン芸人っぽくなっちゃうんですよ。そうそうまさに。ピン芸人になっちゃって、<laughs> そうそうそうちょっと面白い社内にいる人いる人みたいな。だからあのー、みんなすぐ孤立しちゃうところがあるんですね。はい、そうすると大事なことはその結局そのプロ型組織って。 基本的にはだから IGPI の8つの質問があるんですけど行動指針みたいな1つ目が「心は自由である」からそうですよ。でこれが実はすごく大事で自由ってことは自らによるって書いてあって要は自分自身の世界観価値観というのはちゃんとあってそれをまあ一番自分の行動とか判断の思考のベースにしますっていうことなんだけどそれって確かに組織の中では変人なんですよ。組組織織人ってまずはの ームがあってそれに基づいて自由というか多応なんですよあれ組織優なんですなのでそこは変わった人なん思すね。ただ集団として一緒にいるためには何らかの価値観の共有が必要でもうちょっと広い大きな意味での価値観のだから心が自由ってことの共有が必要だったりもするんだけどもそういう共有が必要なのとそれからあともう一つは組織自体がいろんな人がいることを容認できないと。 いわゆる今でいうダイバーシーすね。それでその多様性のこともそのやつの質問に書いてあるんだけどそれって結構実は難しいところがあって例えばビジネス純正にピュアにビジネスとしての短期的成長を追っかけるとこれって結構ね邪魔になるんですよ。やっぱり経済的目標を一つにしてそこに向かってガーッと回していった方が早いんで事業の成長がね。そそこここはは逆にに言ううとある意味でだわらないい 腹決めをしなないいとろん人が一緒にいられななくっちゃうここはだから結構大事な腹決めでなのでやっぱりねこれ普通の株式会社にしちゃうとね一つの経済目的に向かってみんながこう求心する求心力を働かせる方が強くなっちゃうんでそこは実結構僕もねすげえたったとこなんですよ。いやまたここで富山さんのまたいい話になんかくだらないでも思いついてしまった思い出してしまったことを出すと私もあの。 昭和60年に役所に入ったんで、うん、あのいわゆる官庁訪問、うん、会社訪問みたいなやつをしてたのって昭和59年なんですけどいろんな役所行くじゃないですか、うん、でなんか今でいうエントリーシートみたいなのを書く、うん、まあどうですからなんかペンで手で書くわけだけど、うん、それがね役所の中だから何章を志望してますかみたいな順番に書くわけで、うん、私ちょっとまあ変わった人間なので。うん 思ってることをそのまま書くのかと思ってうん、うん、で普通に書いてたらある役所に行ったときにそ,その役所の死亡順位は当然正直に書いたから第六死亡が書いにれて、うん、で,はい、はい、でどうも周りに一緒に回ってたやつ聞いたら。 なんかいやそれは訪問先を第一に書くんだっていうふうに言ってて何言ってるのかなと思ってそれがさっきの話でだってだってだって相手も聞いててインフォメーションを集めたいから聞いてんじゃないのでだってあなたのところ第一志に書いたらインフォメーションにならないじゃんとか思うんだけどでも何要するに。 その自分がどう考えてるかじゃなくて他人にどう思われてるかを書くことになってるみたいなあ日本ってそういうとこなんだなとはちょっと思い出してそれがこれだからあれですよねあの <laughs> 教育からずっっとそうなっちゃったでしょ<ー>昭和モデルで全部の仕組みを明治に作っちゃった<ー>そうだから。 多分普通にやってるる優等生はそうなるんですよ、うん、だからせっかくすごくその、まあ、才能とかあの知力とかに恵まれてるんだけど、うん、それを結局他人にどう思われるかっていうためにすげえさっきのから人材の無駄遣いです、うんこで使っちゃってるからおそらくその、まあ、要は今みたいな何て言うのかなある種知的創造性とかイノベーションの勝負になってくると、うん、その人材生きなくなっちゃうんだよね。 だけどの日本の歴史考えるとね決してそんなことはなくて、ええ、めちゃめちゃオリジナリティある歴史の国で,で,す、ね、で想像造性もめちゃめちゃあるわけですよ、ええ、その江戸時代の企業とか、ねええ、歌舞伎の文化見れば分かるよう、ね、に、ええ、だからそれを殺してきたのがまあだからしょうがなかったんだけね、ええ、急に気にななきゃいけなかったから、ええ、だけどその月を今払わされてるところがあるからそこはやっぱり変えたいなっていうのはあって、ええ、まあ少なくともまずはね このまあこのあ良市の両山泊、まあだから産業組織もちょっと両山泊だったわけですよ。変な人集めとやったら。<laughs> でまあ民民間にもねこういう両山泊みたいな <laughs> あの変な人が集ま,集まった集まってるよにはちゃんと組織として機能してるようなものをまあ作りたいなと思ったのがまあこの経営基礎基盤を作ったまあ経緯であります。はいはい、この二ですね。はい、はいえー、価値観転換期、人口、えー、動態転換と東日本大震災、2010年頃ですね。はい でえっと、実はあの経営競争決まりになってから東北地方のバスの再建をいろいろ絵があって始めていてはい、はい、でそれがどんどんどうまくいってたんですね。はいはい、でうまくいってたところでえ例の大震災が,、うん、いうが起きてそれで大変だったんですがあの、まあ、そこはとにかくすぐに頑張って、まあ、乗り越えましたと。 で、その頃からかな、それだと、あと原発事故があって、で、です、あの、で、そ、だから、この時、二つまた西山さんとのね、電子、はい、があって。はいはい、その地方、地方の経済っていうのが、実はものすごく重要な意味を持っていて。で、そこが必ずしも、そのグローバルな。 鉄鋼とか電気とか自動車とは違う原理で動いてるんじゃないかっていう僕らはなんとなく普通にやってたんですけどそういうことはまあこう抽象的には考えないで普通再生できるじゃんっていう感じでやってたんだけどそこで一つあっと思ったのは産業施設の時にバス結構やったんですけどね当時はまだね人が余ってる感じがあって結構余剰事にどうするかっていうのが毎回一緒だったんですよ。 見てててみたらこれはもう全然状況が違っいとにかく運転手足りなこれで結局要く考えてみたらこれすごく合理的合理というか当然で結局その社会限でまず人が若い人が東京行っちゃって若い人いなくなってるんですねそこからだんだん自然限で人口が減ってるので確かに全体の人口減ってるからんか経済右肩下がりに見えるんだけど労働塾って相対関係なんで。 要するにあの供給の減少が先に先行的に起きるから人が足りなくなってるんですよ。でこれはそれまでのいわゆるなんか地方には仕事がねえんだって話とは全然違ってておほと思っててまあそんな話をた多分あの頃の西山さんの知ってたんじゃないかな。<ー>そしたらこれ、ね、あのまあさすが西山啓太でいやいや違う経済現象の話をして <laughs> で G と L って話になったんですよね。<laughs> いやこれだからさらにそのあの富山さんとのそこそご縁で言うと富山さんにあの産業構造審議会の小委員会に入っていただいたのが、うん、多分20078年頃で、うんえー、89年頃かな,なその頃もう一つテーマでやってたのがご記憶かもしれませんけど実はちょっと地域医療やってて<ー>で今ねえ<あ>、ね、ジェ勧めやってるその頃私何,何を思ったか、まあ、結論だけ言うと。 なんかその日本の,その当時からも地域医療大変だって言われててでもなんか見てると地域医療政策に全然その産業組織論的な発想は全くない一個一個の病院をどうにかしようとするんだけどでも地域医療って組み合わせでできてるので当たり前ですけどその救急病院を終わったら次もうちょっと滞在型病院に行ってってこうならなきゃいけないしかかりつけ医も関係するんで。 それが全くないないとでしかもそこにそのあのあ人口も減るし人手も不足するんで、うん、なんか基本的に変えないとまずいなっていうのがあってでよく考えてみればで今そこがあの富山さんに話していただいたことで病院だけじゃないなと病,、うん、ああ病院も確かにそうなんだけどいで、ね、みんな同じようなことになっててっていうんでまああのえー まあ、グローバルローカル、まあ、G と L っていうことであのちなみにこれもあの聞いて頂い,いてる方にあのあのすごく宣伝するとあの富山さんと私がそういう G と L とか言い始めてから56年経ってからあのえグローバルにもあの似たような言葉ができてただ彼らは G と L とは言わずに言わずに。 エニウウェェアアとサムウェアっていうんですね、うん、あの G の人がどこでもやっていいっていう意味で「エニウェアで、うん」で <laughs> ここで生きなきゃいけないが「サムウェア」っていうのがなんか5年ぐらい前に出て、うん、世界の先を行ったなみたいな感じで, <laughs> で思いましたけれどもだからそれであのだから GPI としてもそのまああそこである種のなんかあの概念化抽象、ええ、化普遍化ができたので。 このローカル経済圏っていうのはローカル経済圏でこう本気で取り組む価値があると考えたし、はい、あの要は G と L って別に G と L って横,横並びなんですよ横並びなんだけどどうも日本って、ね、こ,うこう見る。あ 癖があってあれ大間違いでむしろこっちのを得るのが大きいんでふざけんじゃねえと思い始めたのは当時でね当時でだからもともと私 G の人だったんで圧倒的にだから自分の中でも結構価値転換があそこでおかげさまでそれで本書いたんですよね。であの本って一応地方創生政策がま一つのきっかけになってるんですけどだから今日本全国で起きてることって結局それがやっと 全国筒浦浦そうですよ、ねね、起きるようになっちゃったってことなんでそれでもうちょっとその,あの、えー、手短にあの経産省にいた立場として言うと、うん、どうしても経産省にいると産業の,の全てを技術っていうの まあ製造技術でかかろう保するなんだけど別にだってどう考えてもこのたくさんでしかも中小企業政策でそれを言われてもでもほとんどの人はそれじゃないことをやってるよねっていうことがあってじゃでもじゃあ さすがにその他大勢の人がたくさんいるんですっていうのもむちゃくちゃなので政策にならないので何かこう共通項を探すと一つがまあそれがやっぱり G と L みたいなこと、うん、L ってくくるとまあ一つのいろんな共通になるような政策の必要性、ね、まあ全部政策でもないのかれつの共通項が見えてくるのでなんかあのそういれでまあだからそれが一つのだからまあ,あ,る種のまあ今度は歴史の転換をまあ予想したというか結果的に主導しているところがあったんですけど。 それがやっぱり東日本大震災は、まあ、この道のりグループはとにかく見事に乗り越えていくわけですね大変重要な仕事をしてあのこれはだからその復興とかそ,んなその瞬間のいろんな人を助けるということもそうなんですけど、まあ、それに加えて例の原発のひ避難輸送なんかも担う,、ね、うことになって乗り越えていくんですがあのまああれですねだから 多分結果的なんだけど非常に大変な悲劇ではあったんだけども我々がその,ローカルの重要性にまあ確信を持っそれからあとまあ当時ねだからあの東京電力の問題も一緒に起きてであれはも,もちろん西山さんも関わられたんですけどであれもだからある種のちょっと一つの歴史的見方をするとやっぱり昭和のモデルのちょっと終焉ですよね。 でやっぱり、まあ、あのもう語れば長いんで一つにまとめてしまうとやっぱり、まあ、すごくまた乱暴な言い方をすると、うん、あの東京電力における原子力部門って、まあ、これ彼らにも直接言ったんですけど、うん、まあはっきり言えば総合電気の半導体とちょっと似てるところがあってなぜかっていうと2つあれがあってその会社の中で自分たちが最も先端的な テクノロジーにそれてて、うん、まあ嘘ではないんだけど、うん、だから他のやつらに分かるはずがないみたいな俺だけが分かってるみたいなだんだん強く言うとそういう感じがあってあ、ね、でそうするとやっぱりそのどうしても安全も含めてなんていうんですかねあの 進化が起きないんですよね。俺たちが全部わかってるってなったと端に当たり前だけど、そのあの、うん、学習が終わるので、いイノベーションを取り組めないですよね <laughs>、えー。だからまあまああの東電の問題、原子力の問題いろいろありますけど、まあすまあ今日関係することを言えば一つはやっぱりそれがすごくあったんだと思いますね。うん、ねだから。 だからそういう意味では逆に言えば原子力神話って間違いないんだけど、うん、あれって実は他の企業でも反動逮捕そうだった結構似たようなところはあってあるある、えー、あのこれはだから再生機構で金棒とか言いう扱っ時に、うん、当時の経済界の多くの人はねあそこは特殊だって言うんですよう、ね、<laughs> そう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 で特殊っていうのをなんかねあんたんとも同じじゃないか <laughs> みたいな <laughs> それであの実はだからその,このまあ東京電力の仕事もねあれもすごく深く関わって でまあ、今の、ね、例の,あああの原子力損害賠償基本スキームとか一緒につっているんですけどああそ,のその時にその要はこの次のあれですねアベノミクスの段階にまあ行くんですけど、うん、あの何つったらいいのかなあのこうそうなっちゃうと今度はねその金融だけじゃなくて今度はまあ産業全体のまあ昭和モデル化の客っていうやっぱり今後一週にやっぱりあるんだなということも だから金融古くなったねっていうのはまあすでにその10年前に気づいてたんだけどこれ、産業全体が同じ病だなっていうまあ確信を持ったのがすよねあの頃ですね。ええ、こんなもんだからまあやっぱり一つはその企業統治改革っていうのはまあこれね、アベノミクスの中で一番制度改革論で一番うまくいったものだと思うんですけどやっぱりモデル変える時にはやっぱりまず一番上の方を変えないと変わんないじゃないですか、下からはね。こういうい根本的な点で、あのー まあこれもあの会社も上げてあの相当頑張ってその政策にまああの一生懸命関わろうとしたしあとうちの,あのパートナー基本的にみんな社外取り引き受け OK にしたんはそれもあってまあそういうことをやってたわけですはい。じゃあ少しそのガバナンスの話をさせていただくとこれもあのご案内のとおり富山さんのもともと書いておられたご本のタイトルを借用して。 あの二千十三年かな、うん、実際は4年だと思いますけど、の。稼ぐ力研究会っていうのを作りまして。<laughs> そうそうあれはそ、そこにすごいフォーカスがあって。はいはい、もう安倍政権になって。一応ね、あの言葉を使っていいかてなてて。で<一応>、神 <laughs> 経を切っていただいて <laughs> <laughs>。でも、いやいや、あの。<laughs> もうなんか私も実はあのオープンイノベーションとかいろいろ言ってたんですけどなんかなかなか伝わらないのでもうなんかはっきり言った方がいいんだなみたいな感じでもう稼ぐか稼がないかですみたいな感じででもちろんそのあのまああま政策のテーマとして言うと当然大きいのがあのコーポレートガバナンスでじゃあそういう稼ぐっていうのをまあそれこそあれですよねあの 青木先生流入とそれをなんか稼ぐという目標を、まあ、単に繰り返すだけじゃなくてやっぱりあの会社のシステムとしてそれをどう実現できるような形にするかってのはやっぱりすごく大事だしまあある程度あの政策が影響を及ぼせる範囲でもあるんでそこがすごく焦点だったのとと同時にそれ今、えー、あ今時間時間飛び過ぎかもしれませんけど。あの 取締協会会長としてもやっておられると思いますけど、うん、他方、まあ、あの富山さんと共に我々あの,あの気をつけてるのはあのコーポレートガバナンスというとあのあの下手をすると日本だとあの言われた通りに書,書類を埋めることってなりがちなので,でこれもあの富山さんと話したことなんですけどあのよく当時からあのコンプライ・オア・エクスプレインって言って 言ってたし、今でも普通には、そうなんですね。今、まあ、<で>ガバナンスコードのね。ガバナンスコード、ね、そうそう、ガバナンス、コーポレート、ガバナンスコードに、まあ、コンプライ、従えるなら、従うし。そうじゃないんだったら、自分で説明しなさいって、なるんだけど。日本で浸透させようとすると、むしろ。 もう逆に言った方がいいぐらいで「エクスプレインはコンプライ」ぐらいに言わないと <laughs> なんか基本的に言っていただいた通りコンプライしますってなりがちなのでっていうちょっと脱線しましたけど、まあ、いずれにしてもあの冒頭の話と結びつけて言うと、うん、やっぱりコーポレートガバナンス行動っていうの稼ぐ力を目的的にに実現することにすごく有効だし、うん、同時にコンプライをエクスプレインみたいなことをやるってことはやっぱり自分で、まあ、さ,にさ,さっきのパートナーシップもそうですよね。自分がやりたい系の構造を どうやってて合理的に選択をしてでそれを対外的に自分のいなんて言葉で説明するのかっていうのは非常に広い意味ではあのあの、えー、単にあの順番が回ってきて経営者やりますじゃなくてあの自立した個人として経営をやすることにも多分関係するんだと思うんですねそういうふうにまあ見てあの政策としてはやってました。 だからそこは、ね、実にこうシンクロしてもらったんですけどうん、うん、自分の思いはだから当時稼ぐ力のいう言葉をいろいろ使い始めた頃に、ね、なんで稼げなくなったのかなというのがあってうん、うん、でそれってまさにだからでまあだから現象的に言っちゃうと大量生産大量販売でうん、うん、とにかくガンガン施設してうん、うん、物をいっぱい作って世界中に売りますうん、うん、っていうモデルなんですよ。うんうん でこれに全部だからその新卒一括採用から就寝年功制からだからまさに青木先生の制度になっちゃうんだけどそうなってるわけででこれぶち壊さないとそのゲームチェンジングゲームが始まっちゃってるからその日本の会社の強みはいろいろあるんだろうけどそれはどうできるかっていうフィールドがもうテレビ作ってても だからもうフィールド変えなきゃいけないあるいはその新しいゲーム取り込まなきゃだから一生懸命真面目に野球やってたらね野球客が入んなくなっちゃったです私見たらサッカーにられてるじゃんとかんだああいう何ブレーキング取られてるじゃんとかなるからサッカーできる組織能力持たなきゃいけないしブレーキングもできなきゃいけないとなっちゃうとやっぱり組織の中に多様性が必要でダイナミズムも必要になっちゃうでしょそうするといかにも日本の会社の形向いてないんですよねそういう時代にね。 なんで、そうすると、結局、これ、かなり根本的な会社の改造。まあ、あの、I. G. P. でコーポレートインフォメーションって言葉を使ってますけど。そこに、本気で手を付かないと、やばいんじゃねって、まあ、思ったわけです。で、実は、そのことをね、去年、なんか、で、入江さんが言ってたんですよね。要するに、デジタルドリームキッズの会社になるんだって、言われた方はね、あれ、二十五年前だから、びっくりですよね。一生懸命、みんな、コツコツ、デジタルもドリームキッズも。そう、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 変異、要するに、トランスもおっしゃった、ソニーはね。だから、そ、そなこ、ところに、当時、気づい。 でね、どこがどこから取りつく島があるかなと思ったら<ー>やっぱりガバナンスっていうか要するに経営者の先人なんでどういうやつが一番偉くなるかっていうのを、ね、<ー>見てるから、はいはい、これ買いちまえばパタ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 っといくんじゃないかなと思ったのが実は企業統治改革に私が執念を増やしただからさ,さっき言ったその経営人材いないじゃんと思うんですがつながってくるわけですけど、まあ、相当頑張ったったて感じです、はい、だからまあこれも当時のかまだ絶対無理って言われてたんですよ実はね あはいはい、ガバナンスコード入れるのは<ー>と社外取りメイす、はいはい、だからただこれ結局同じでも全部通定してるのは。 歴史を変えるっていうのはそういうことですか。絶対無理って言ってるんだけど、元の仕組みがもうワークしなくなっちゃってるんだから、はいはい、やっぱりね、水は上から下に流れるんで、どっかで変わるんでしょっていうのを、まあた、まあやってきたこれも一つの例で,、はい、で、実はその次に今度はあれなんですよね。あの流れで行っちゃうと、多分まず松尾先生との出会いがある、ね、はいはいはい、はい、そうですね。段々またね、にしあまさん、はい、ご紹介いただいて私も、私がご紹介した2012年、その頃で,すで松尾さんと実は付き合いがあって、はいはい、で最初の松尾さんとやろうとしたことはじゃうまくいかなかった。 ですけど、うん、うまくいかなかったんだけど、その時に何中かやっぱりそこに歴史的転換の可能性を感じたんですよ。<ー>後から言語化すると、AI の革命性って、はい、要するにあれが産業革命性を持つかどうかってことか、はい、でで動力革命が筋肉を控えた、情報、はい、通信革命が知覚を控えた、はい、で今度の AI 革命は脳ってあの話は通るんだけど、要するに歴史的産革命性を持っているなと思って。 ったんです今当時はもう,もうここまで言語化されてなかったのでそれでちょっと松尾先生との取り組みはちょっともっと大きいスケールで。 やりたいなと思ってそこでまあそうなると必ず西山さんに電話して歴史どういう感じなんですか当時そうそうだから遠山さんにご紹介いただいてさっきのことで実は実は稼ぐ力研究会に松尾さんにも入ってもらって当時も AI がもう20134年だったんでもうかなり来そうな感じになっててまず日本でそういうのをリードするのにインパクトを持って取り組みたいっていうのもあったし。 もともとはあのあれなんですよね松尾さんと一緒にやったのはこれも IGPM 一緒にやってますけどあの今 GCI って言ってるあの講座今と東大最大の講座で年間あの1万人が受講してるっていうあの東大生2割らしいから2,000人東大生だけでも2人2,000人受講してるっていうのがあってなんかまあそう当時の言い方でデータサイエンティストなんだけどもなんかその。 まあ、データサイエンティストになるような講座を作るべきだっていうのが一つあったんですけど、うん、これはあのそれを実現したのは松尾さん自身だから私がそれをあれしたわけじゃないんだけれども、うん、なんで1万人も受けるようなすごいいい講座になってるかっていうとあれまあ,あの例えばそのご存知あれって学生が後輩に教える仕組みなんですよねだからそれがすごくよくて何ではないかっていうとあのまあ 昭和モデルに結びつけると昭和の頃からいう昔からいる先生が世の中こうなっておりますって教えるのじゃないしという意味でいいのとやっぱり教えるって多分ね一番勉強になるんですよ結局でなので,でそうするとやっぱりどんどんあの回ってってどんどん卒業生ができてまさに起業もするような日になってったっていうまあそういうその AI でもあるんだけどま,あまさに今日の話を見つけると掛け算してそういう新しいエコシステム みたいなものをその AI の周り、まあ、そこまで広げればスタートアップの周りで作るっていう風うに、まあ、だんだんなっていきましたよね結果においては。それはすごくいいことだったと思いますすだからこれあのなんかよくねあのなんかよく当てましたね的なこと言われるんだけど、うん、ちょそんな感じ全然なくて、うん、その歴史的必然っていうのかなその要はこういう、まあ、ある種自分の中ではかなりロジカルに。 こうなっていくわけだし<ー>で革命が起きるときはベンチャーが増える瞬間<ー>だから松尾さんの周りにいっぱいスタートアップあるのも必然なんですよねなのでこれはちょっと本気でやろうって感じ今なって ていその次が実は IGPI でいうと今度はだから JPICIG っていう今度は JPIC の前田さんからのお話でこの時もね別にね気をてらった感じはなくて要はずっと自分90年代の終わりぐらいからずっとスタートアップエコシステムを作ることにかかってたんですね東大で最初に TL を作ったりとかユーテック使作ったりとかっいうのかかってたんでずっとそれが結 かなりうまくいってきてたことは事実なんだけどうん、うん、当時持ってた問題意識はただどうもですねこれがややちょっとちょっぴりガラパゴス的な。 スタートアップ生態系になっててそれで一方で自分はまあスタンフォードでシリコンバレーの景色は知ってるのでどうもあっちはどんどん進化しててある種グローバルエコシステムが出来上がってるってことがあったんででということはこれ、まあ、結局歴史の流れでってうどっかでつながんなきゃいけないじゃないですかねで。でこ,この結節がないのでまずはそのグローバルエコシステムの空間で VC やるって話はやっぱりこれはねで。いきなり あのシリコンバレーはもうレッドオーシャンなんでだから新しいグローバルシステムを形成している北欧っていうのはいいなと面白いなと思ってで前田さんからいろいろご相談があった時にまあ,あのかかったんですけどこれだからきょで毎回共通してるのは実は私がきっかけはちょっと僕はかかってるんだけどあ、はい、あのうちのパートナー連中で。 ガチででやりたいやつがいたいがんだからそれがまあ結果的にそれがないと実際何も起きないんでああああそういう意味で言っちゃうといろんなことを自分の意思でやりたい連中が集まってて両三角っぽかったことがまあこういう話かなと思ってます。ありがとうございますということでまあ富山さんにも言っていただいたんであの2つぐらい、まあ、あの後半に向けてのヒントにすると 1>,、うん、1つはやっぱり最初まさに産業再生機構の時っていうのは、うん やっぱり昭和モデルが変わってエコシステムを作り変えなきゃいけないで作っていくんだけど確かにあの何もしないでいるとまた日本だけのあまり良さなことは関係ないエコシステムになるんだでも明らかに世界ではエコシステム,のエコシステムもどんどん進化しているししかも国をまたいでまあグローバルに進化することが明らかに起こっていってもちろんどこまで行ってもある種の。の 特殊性は残るんだと思うつながった上での特殊性なんで無関係に特殊性を保有するとグラフになるので、うん、っていうこととそれとやっぱりあの先ほどの松尾さんの例もそうですけどやっぱり AI みたいなのも出てくることによって世界的に見ても産業の在り方とか、うん、それこそ場合によってはガバナンスの在り方とも,もうまた変わろうとしてて、うん、やっぱりそれに IGPI グループも今後あにさらに あの飛躍してチャレンジをしていかなきゃいけないっていうのがおそらくあの後半のテーマになる、はい、ということだと思いますんでまた引き続きよろしくお願いします、はい。